いやー参ったよ、ほんと参った。何があったかというと、先週ね GFC の新年会に僕とシロッペが呼ばれてて、で、まあ、場所が一応那覇ってことで、まあ、シロッペ、まあ、住んでる場所遠いんで那覇のホテルに部屋を取ってて、で一緒にチェックインして入ったわけで、その後シロッペはあの友達の結婚式がねあるってことで、一回結婚式行ってまた戻ってきて、一緒にこの GFC の新年会行くってなってたんですけど、何時間待ってもあいつ来ないわけ。電話しても取らない、 LINE も既読にならない。どうなってるんだこれ。俺も一人で行こうかなと思ったけど、ま、なんか事件に巻き込まれたんじゃないかなと思って、とりあえず待ってみよう。で連絡取れなくて、シロッペの先輩とかにお探して、あのね携帯でね先輩に聞いた話、なんかあいつ暴れて逮捕されたみたいな話になってたわけで、これマジであいつ何をやらかしたんだって、俺マジでムカついて、でそれからねずっと連絡取ってるんですけど取れなくて、でつい最近ちょっと連絡来たんで、ちょっと今日ねあいつの家にね行って、でこの真相を確かめて、その後ぶち殺してやろうかなって俺は思ってるんですよ。じゃあそれでは行ってみますか。はいはい、犯罪者の家に来ましたよ。それでは犯罪者のシロッペどうぞ。大変申し訳ございません。すみません。そしてあの犯罪者ではないんですけど、お前逮捕されたんじゃないの。いや、あの、逮捕されたからそういう格好してんじゃねえか。いや、なんかパンちゃんの茶漬けだけみたいな感じ。格好は似てますけど違うのか。いや、逮捕はされてないんですよ。されてないの。されてないんですよ。本当ね、はい。あのですね、二人で総合格闘技団体 GFC の新年会に行くと言ってホテルを取ったじゃないですか。うんうん、取って私一緒にチェックインして、私だけ親友の結婚式に、うん、行ったんですよ。それが大体まあ 2,3 時間で終わるんで、その後一緒に行きましょうって話してたんですけど、まあ私が帰ってこなかったっていうのがありまして、うん、まあ何があったかと言いますと、まあ記憶がないんですよ私。記憶がない。記憶がない。実はそのホテル最初は一緒に撮影とかしたじゃないですか。おうおう、その時に酒盛りして行きましたね。おうおう、軽くですよ。軽くね。軽く。それ飲んで会場着いてちょっと遅れてしまったんですよ。でちょっと着いてちょっと数杯飲んだらパンともうそっから途切れてしまって。でもそんなことあるかよ。そうなんですよ。で何があったのかと言いますと、まあ、1月の最初の方も一緒に飲みに行ったじゃないですか、酒場ジョージ。そこに行った時も私喘息がすごかったじゃないですか。あ、喘息なってて。きつそうだったよね。そうなんですよ。で僕の酒飲まなかったじゃないですか、うんうん、飲んだら死ぬってことで、うんうん、でそっからそこから始まってるんですけど、実は私ちょっとですね大量の喘息の薬を飲んでましてね、いっぱいあるんですよ種類も。こんなにいっぱい薬飲んでんのか。この吸引器もあるんですよ。でこれを、飲まないと本当に呼吸が結構きつくて、うんうんうん、っていうのがあって、実はその時も私飲んでて、この私の中でその記憶を飛ばしたっていうことが理解ができなくてですね、うんうんうん、調べたらこの喘息の薬、意識障害の副作用があるものだったんですよ。で、これアルコールと飲んだら完全に飛ぶらしいんですよ。マジか。じゃ原因は、はい、この薬だったのか。そうですよ、僕、それ全く分からなくて、分かってました。風邪薬とか、うんうん、薬飲んだ後酒飲んじゃダメって知ってました。あ、知ってました、もちろん。え、これマジっすか。マジで知らなかったのか。じゃ僕マジで分かんなくて、容量は医師から決められた量飲んでますけど、それ知らなくて、でこれと一緒にアルコール飲んで、そりゃ飛ぶよ。そうなんですよね。でその式自体が500人とか多分いたと思うんですよ、その会場、うん、めちゃくちゃでかくて、その場所で私は
錯乱状態に陥ってですね、あの本当一人でブレイキングダウンのオーディションみたいにやってたみたいです。これマジなんです。あのそこにいた後輩がいて、シロさんマジやばかったっすよみたいな。もうまずいきなり長州力が現れたらしいです。何がやりたいんだこれ、使命家だってこれ。全く覚えてない。何がやりたいのか。で、あとは泣いたりとか。泣いたりオーディションしたりマジでやばかったみたいな。僕まあなんか今も本当だいぶ小さくなってますけど、まあ、100キロ超えてて、まあ、周りからしたら本当にあの元プロレスラーのやつ、やっぱりあの錯乱状態で一人でオーディションしてたらやっぱ怖いじゃないですか。これやばい、これやばいです、みんなビビらない。そうそう、泣きながらオーディションしてるんだよ。で本当にあのみんなに申し訳ないことをしてしまって、めちゃくちゃきつくて、起き上がれなかったらしくて、うんうん、病院に運ばれてるんですよね。うんうん、で、病院に行って、朝目覚めたら、実家にいましたね。その、やっぱ実家でも、やっぱりずっともう吐いて、とか。で、僕、今までアルコールでここまでなったことないんですよ。うんうん、だから、なんでだってすごい思ってて、うんうん、だ一緒に飲んでる時、ずっとなんかテキーラとかバーって飲んだりしても割と言いますよね、最後まで。そうだ、最後まで、はい、あんまり飛ばさないんですけど、うんうんうん、で僕の中でもうやばいんじゃないかと思ったんですよ、うんうん、酒でこんななったら多分もう終わりだなというか、普段も飲まないんですよね、うんうん、月に1回こういう飲み会とか新年会だの、うんうん、忘年会だのなんかの会で、うんうん、それまで家でも飲まないんで、うんうん、だから急にこんなことになったのが怖くなって、うん、もうこう見てるからと悩みすぎてですね、結膜になってるんですよ。これストレス性らしいです。マジか、目真っ赤じゃないですか。真っ赤だもん、真っ赤なんですよ。式場に、はい、救急車も多分来てますよ、ね、で運ばれていたの、はい、もうしかもこんな一時会っていうかそういうものでこんなこと起きる、こいつ何したんだっていう、分からなくてやってるんですけど、あの時にものすごい犯罪は起きてた。やっぱもう犯罪者だよ、バンちゃんと一緒だ。もうこのチャンネルももうバンちゃんになろうかなもうその500名の方もう ほとんど知らない人ですよ、うん、でも前の職場の先輩とかもいたわけですよ、うんうん、もうすごい僕が大切に思ってる上司の方だったりとかいる中で、やっぱり錯乱状態になる錯乱2期覚醒してしまう。もう本当にやっぱりもうものすやっぱきつすぎましたね。アダニアさんとの会も飛ばしてしまって本当に申し訳ありませんでした。いえいえ、そうだったのか。はい、去年お前も試合で怪我したり、まあ職場でもなんかいろいろ起きてたじゃん。そうですね。まあ、そういうのがやっぱり重なって、はい、まあ、ストレスになってた部分もやっぱあったのかなと、うんうん、きつかっただろう。本当に見ててやっぱきつそうだなって俺思ってたし、うん、無理してるなとか、はい、まあ、本当に心から笑ってないなって分かってたし、だからそれもあってこのようなことが起きたのかなって俺は思ってるんだよね。まあ、俺もこんなことが起きる前に言えばよかったんだけど、僕が去年いろいろあって怪我して動けなくなって、ちょっとやっぱストレス発散方法がなくなってしまったっていうのもあって、自分もやっぱ耳を潰すとか、そういったなんていうか自滅に向かっているっていう、なんか人間って自滅に向かう時が無意識で起きてしまうんですよ。僕友達も一回それ言われて、自暴自棄っていうのにはなってるっていうのはちょっとあったんで、で今回のことをきっかけにちょっと考えたんですけど、まあ、僕がね喘息で苦しんでて薬飲んでるのも知ってたじゃないですか、はい、そうだね、で知ってる中、その結婚式に行くのを止めなかった師匠の責任が非常に重いなっていうのはちょっと感じてますね。
普通止めますよね、こういう時。弟子がね、薬飲んでるのに酒を飲みに行くとか。だから、監督者責任がすごいあって、今回の件は。お前、てめえ舐めてんのか？はい。何責任転換してんだよ。いやいや、おかしいでしょ。あなたね、普通止めるんですよ。いやいやいや、お前、いい音なんか何言ってんの？違う、おかしいおかしい。あそこで止めないと僕も自滅しちゃうっていうの分かるでしょ。知るかよ、そんなの。こっちはね、500名とね、絶縁状態なってんだよ、本当に。その知るかよ。何お前は俺に言ってんだよ、それ。お前が悪いんだよ。なんだよ。もうなんだよ。ふざけんなよ。何が悪いんだよ。てめえ、こんなふざけんなよ。バカ野郎が、てめえ、ラッター。いやー。やっぱ、殺すぞ、お前。バカの弟子、こうしてやったぜ。舐めやがってよ、こいつ。それとは、福田、てめえぶち殺すからな、俺だ。ああ、ああ。